言わずに、姉さんはしのぶの笑った顔が好きだな。だって自分で行動できない子はダメよ、危ない。まあそうなんだけどね。すげえ、これは三姉妹のあのやりとりですね。柑橘系の巻。おっと、今日は鬼滅の衣装を羽織っておられますが、皆さんこれどういうことでしょうか。今日は何があるんでしょうか。鬼滅の刃、カルタトランプをやります。やったー。待って、カルタトランプ、カルタもトランプも楽しめるんですか。やった。ちょうどね、もうお正月過ぎたところなんでね、ちょっと楽しいですよね。その日向さん、その衣装は今後煉獄さんの弾き語りに、ピアノ弾き語りに使われる煉獄マントですね。うむ、うむ、煉獄さん、あー、よかったですよ。あ、そしてそのお二人、あ、俺の前日着てるやん。グレンゲ親子で弾き語りやりました時にね、着た。今日はほんだタカちゃんの前日をアマナちゃんが着て、アマナちゃんの炭治郎レモンちゃんが着て、手が鬼滅パラレルワールド、手が繋がっている、融合ですね。はい、そしたらゆうかさん、僕も混じらさせてもらいまして、柑橘系のマジティですけども、2人にルール説明してもらいながら一緒に親子でやっていきましょうか。はい、それでは本日は鬼滅の刃カルタトランプで遊んでみたいと思います。鬼滅の刃カルタトランプ、本日はカルタの方をやってみたいと思います。はい、さあ皆さんスタンバイは OK でしょうか。はい、はい、読み役タカちゃんでいきますからね。さあいきますよ、全集中でお願いいたします。カルタもトランプも楽しめるっていいですよね、なんかね。あ、もう、え、もう今その筆やと思った、読むかと思った。入ります。頑張って修行を手伝う。やりますね、前日早い。ぶっ殺す刀を、煉獄さん、煉獄さん、さすが柱。ビシビシと厳しい指導の、おー、いい感じ。まあ一枚一枚一枚で並びましたね。死を超えて、お、誰誰誰誰だ、全員霹靂一戦決まりました。レモン届かへん、全然。いい、炭治郎火の神神楽を使うんだ。いっぺん炭治郎、そうさ、一番端っこのやつバンって行ってみ。いけるいける、届いてます届いてます、反応さえできたらいけます。玉代様、今の言葉は冗談です。玉代さん、お、炭治郎行きました、炭治郎行きました。やるべきこと、果たすべきこと、全うす。お、煉獄さん、え、煉獄さん、どんな絵、どんな絵ですか、ちょっと見せてください。ポスターね。どれどれどれ、うむ、うむ、おー、もうちょっと近くにお願いします、全然見えない。おー、来た来た来た、あ、かっこいい、かっこいいですね。ちょっとなんか、こう撮った絵柄が、素敵な絵柄の時はちょっとね、近くに見せてくださいね。うん、ちなみにこれアニメじゃなくて、うん、原作の小峠さんの絵ですね。おお、なんていうの、ほんまの鬼滅ファンなら、さらにいいですよね。そうなんです。うん。でも全然、入ります。キュンとくる。あの人かわいい、かっこいい。これは、今のは、みつりですか。あ、なんとなく分かるな、その今文章で分かりますね、みつりさん、恋の呼吸。やばい、まどうしよう。いきます。負傷につき完治するまで休息せよ。これ何ガラスやったっけ。カスライガラス、ね、はい。蝶屋敷、カナオの周りに蝶が舞う。これカナオちゃんです。あー、カナオちゃん、ちょっと急にここのところカナオ人気すごいですね。やっぱ最終巻見たら後半カナオさんのなんていうの、良さがぐんぐん引き立ってきましたからね。多いから、これたら、ちなみにその3人さん、はい、カナオとシノブどっち好きか挙げてくださいね。シノブが好きな人、カナオが好きな人、はい、
え、あれレモンちゃんは、あ、じゃあじゃあじゃあ、何言ったんですか、アマナちゃんはどっちが好きな、え、何、カナエ、カナエ、誰がカナエって、三丁目の、え、あ、知らんの、あ、ごめんごめんごめん、マジで、カナオとカナ、え、カナオとシノブス、カナエなんかいる、え、誰や、やば、あ、鼻の呼吸の人、もうちょっと仲間入らんごめんごめん、だってあんまりあのお姉さん出てきへんからさ、失格失格、はいはい、行きますよね、ただいまのね、長屋敷の誰とった、え、いや、かなおちゃん、あ、だそうだ、あなたか、あなたか、待って、待ってな、はい、しのぶとかなえはマジでかなおや、かなおさんのように早い、あの鬼ごっこのような早い瞬発力使ってくださいね、運動神経を、これ湯飲みやろ、湯飲みや、姉の夢、しのぶの夢やね、え、それがかなえさん、かなえさん見して見して見して、違う、しのぶか、あ、やっぱりこれ女、これ今度だから映画かね、しのぶかなえとか、その女三姉妹のおにこのフォーカスした映画になったら、これ女性ファンさらに引くんちゃう、これ、もう集中してた、聞いて俺の話もう聞け、私たちいつでもあなたを見ているよ、お、素晴らしい、あ、え、お手つきちゃう、いけた、うん、なんかいい勝負ですね、俺よかった、ここに入らんで、タカちゃん入ってたら俺ボロ負けやったわ、今枚数どうですか、222ぐらい、3、4、4、あ、もっといってた、でもほぼ同点ですね、いい勝負、私たち言ったし、そう、ごめんごめん、うるさいです、黙ってください、善逸さん、善逸が善逸を取った、さあここからテンポが上がります、はい、無残なる定めに、早っ、ああ、え、これあの煉獄さん、これなんて読むか教えて、はい、漢字が分からへん、定めに、こ、こ、え、こう、こ、はい、これ難しいです、皆さんこの漢字です、はい、勉強しよう、勉強しよう、はい、なんとかする炭治郎ね、漢字多いんですね、なんだこら、ムガつく野郎に、はい、一つ猛進、はい、テンポいきますよ、すぐ集中、はい、よくやった、天狗の目に光る涙、揺らぐ声、優しい笑顔の親方様、ネスネスと仲間をいたぶる蛇柱、さあ怒涛の連発来ましたけども、はい、え、こっから少しテンポが遅くなります、はい、殺されたい、加減の位置は夢見心地、お眠り、見てないな、言ってほな、はい、おーねほら、いいわ、別に。めっちゃ怖い。その隙をついて、鬼となり、生きていくこと、辛いこと。さあ、ここからテンポアップします。かわいそう、なんと哀れな子供だろう。本物の絆を持たぬ哀れな鬼。縁柱、お前も鬼にならないか。さあ、この縁柱、今のやつ、ちょっと映画のとこの赤座でしょ、赤座ちょっと見して。こいつ、なあ、ほんまに強いのにな、この人。縁武。縁武、それね。あの映画、そう、演武で終わらず、演武からさらに赤座に行ったところがね、もうボリューム感満点でよかったですね。見てない、見てない。はい、行きます。空を見て、あの雲の形、無一郎さん。うん。あと4枚ですね。あと4枚です。あっという間の戦闘でしたね。さあ、こっからが本当の戦いです。水柱、やったー、さあ残り3枚になってまいりました、これ取れた、もういいや、さあちょっと綺麗に並びますか、綺麗に、皆さん後編ちょうど少し間を空けて三角形に置けますか、三角形に、じゃあこうなって、はい、さあさあこれはもうね、日頃オレンジロクサで鍛えております運動神経勝負ですからね、逆に言うと今のレモンちゃん、英語は取りやすかったけど、あ、それがいいですか、まあ、レモンちゃん一番小さいから、レモンちゃんのいいように並べさせてあげてください。レモンちゃん、そんなにいいですか、いいですか、いきますよ。全集中。出ろ、鬼め、飯の時間だ、食らいつけ。出ると思った。ここのね、反射になると、やっぱり、この、善逸、雷の呼吸強いですね。さあ、あと2枚、地味嫌い、はい、お、誰誰、煉獄さん行った、うん、ちょっと一番前にあったから、ああ、なるほどな、
ちょっとごめん、最後、はい、最後最後フェイントが入りますのでしっかり聞き分けてくださいね。タカちゃんの帽子は虹色、かわいいな。立て、炭治郎立つんだ、立て。そんなあった？ない。不祥につき感知するま、私たちいつでもあなたを。うるさいです、黙ってください。タカちゃん、死を超えて兄に寄り添う鬼の妹。あれ、これちゃう？死を超えて、これ最後の一枚で。え、違うで。あれ、あ、花札のような飾りをつけた鬼狩りの壁を持ってこい。あれ、え、あれ、なんかない、ないぞこれ。なくした、なくした。え、なんかこれ、これカタカタ言ってんね、これ。もしかして、もしかして、あ、ちゃうわ。ごめん、あれ、ジョーカー、ジョーカーの、ジョーカー、マーカル、ジョーカー。じゃあもうさ、あれ、えぇ、残った、ハットか。そう、絶対もあるあるなんですよ、このトランプとかカルタ買うと絶対に何枚かなくしてしまうというね、隙間とかに。そう、まあでも何回かする子供たちね、遊んでますから、その間にちょっとなくしたんか。嘘、嘘、嘘、嘘。あ、ありました、ごめんなさい、ジョーカーでした、すいません。これ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 、ついには人のせいにまで。さあ行くぞ、集中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 、いきますよ。姉の夢、いきます。忍の夢を、いきます。花札の鬼狩りの頭を、首を持ってこい。はい、終了。さあ、集計してください。負けたかな。5枚です。5枚、縁柱煉獄さん5枚ゲット。炭治郎は8。すごい。善逸さんは14。はい、ほんだら、この勝負、トランプ&カルタ、鬼滅の刃トランプ&カルタのカルタ、優勝は善逸さんでした。あばなちゃん、いつもは10枚は絶対ってる。そうそう、レモンちゃんすごい強いから、うん、な、なんかそしたらレモンちゃんに最後、鬼滅の刃のお気に入りのセリフを一ついただいて終わりにしたいと思います。何がいいかな。うまいやつは、うまいやつ何。ねえさん、この子全然ダメだわ、言われないと何もできないの。食事もそうよ、食べなさいって言わないと食べないんだから。ずっとお腹を鳴らして。まあまあ、そんなこと言わずに、姉さんは忍の笑った顔が好きだな。だって自分で行動できない子はダメよ、危ない。まあそうなんだけどね。すげえ、これは三姉妹のあのやりとりですね。忍が、違うよ、三姉妹じゃなくて、忍がまだ、あの、あの、二姉妹、二姉妹だから、あ、二姉妹にそのつぐ子が来た時の、うん、ね、まあ、だから忍が、まあつぐ子じゃない、うん、細かいね、細かいね、ほんまに。まあでも上手でしたね、素晴らしくいいですね、セリフもバッと頭に入ってますしね。上手なのよ、ね、だ、今の忍、今の忍、あ、まあ、じゃ今の忍はの声は、今の忍、もしも大丈夫ですか。おー、オッケー、素晴らしい。炭治郎最後ね、カルタの勝負は負けましたけども、セリフの勝負優勝でございます。はい、炭治郎に拍手。やってないやん。はい、それではまた会いましょう。 See you, bye bye。虹色動画とは、雑草男タカちゃんが家族の力を借り、一致団結して大好きな7色に本気で挑戦することによって、見事虹色草になるまでの悪戦苦闘の日々をお届けしております。音楽、陸上、介護予防、運動神経向上、筋トレ、自然、そしてドーン、リズミカルガス、みんなで楽しみましょう。はい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 、雨上がり、せーの、虹色。